お疲れ様です。今回は暗号通貨の取引所についてお話しようと思います。ご覧のようにコインゲッコのサイトにはね、紹介されている交換業者さんが1005業者あります。こちらの方ですね。で、通常こうやってね、ビットコインを買うとか、イーサリアムを売るとかね、いろいろと売買の手法はあるんですけども、まあ、日本のね、コインチェックとかビットフライヤー使っている方が多いと思いますが、こちらの方ではね、1005業種、 戦後社ですか。戦後の取引所が紹介されていて、それを通じて、こういった暗号通貨の取引をするってことになってますね。ちょっと押してみましょうか。これクリックすると出てきますから。はい、で、ナンバーワンが今、バイビットってところですよね。ここがトラストスコアって信用度が10分の10になってますんで、これはコイン結構の判断ですよ。 だから、バイビットが一番いいんじゃないかなっていうところで思われてます。まあトラブルが起きないとかね。それからサイトのリニューアルの時でもサブサイトが動いていて、ユーザビリティに、えー、過失がないとかね。あとは資金量が多いからあ、まあ保証ができるとか、そういった問題をトータルで考えて、えー、こういうふうなトラストスコアになってるんだと思います。確かに取引量は抜群に多いですね。あれバイナンスってないですかねバイナンスが入ってないですね。まあいいや。 次、OKX、OK、ってところがあります。これも信用度10です。皆さんご存知ないと思いますけどもね。OKX、OK、とか、コインベースはね、割と有名ですよね。10分の10ですよね。で、クーコインとかクラーケンとか、クラーケンも有名です。でも、クーコインって多分知ってる方あんまりいないと思います。このぐらい、あの、有料なサイトであってもね、上位のトップ10ぐらいのサイトでも、多分日本で暗号通貨取引してる方ってほとんど知らないところばっかりじゃないかなと思うんですよね。で、クリプトコム取引所っていうのもあります。 ビットフィネックスってのもあります。バイナンスがなんと8位なんですよね。まあ8位でも8位タイってことですから。で、バイビットは24時間の取引量がこちらの方に書かれてます通りね、相当な額になってるわけですよ。914で先頭の3文字決まってるでしょ。で、バイナンスはその半分とはいきませんけども、6割ぐらいの出来高なんですよ。だから取引量がね、バイナンスの方が実はバイビットより少ないってことがわかります。 で、バイナンスにも、バイナンス USA と、バイナンスグローバルがあったりとかするわけですけどね。で、10位のビゲット、それから、ゲート IO、XTX、ビング x ビットスタンプアスビット、ジェミニウー WooX、ハッシュキー交換、えー、b i t コインス PH っていうのがあります。ここら辺までで、ご存知ないのばっかりでしょ、皆さん。これだけ、有名な、 サイトでもほとんどの人は知らないんですよ。じゃあ日本の取引所で、えー、ビットフライヤーとかね、コインチェックどこにあるのって話になりますけども、これね、結構下なんですよ、実は。日本の取引所の信用度は低いです。ビットバンクが37位でやっと出てきたなってことですよね。ビットバンクね。で、まだまだ下がりますよ、私たちが普段見慣れてる国内の取引所ってのは。もうほとんどないと言ってもいいぐらいです。ビットフライヤーが57位ですから。だから、あの、よくね、 優秀な企業ランキングってのありますけども、うん、30年は、年前はトップ10に日本の会社が軒並みいたんですけども、ね、今はね、あの、タえ1社が50位にランクするのはやっとみたいなところですけども、それと似てますね。で、えー、こういったそれぞれの暗号通貨の取引所例えば、VISAM って聞いたことない暗号通貨の取引所だと思いますけども、ここをね、クリックするんですよ。そうすると、VISAM のデータが出てきます。ね、こういう風うな感じで、VISAM っていうところで、 取り扱ってる暗号通貨、これだけありますよって出てるじゃないですか。結構あるでしょ日本の取引所よりも、どこよりも多いですよね。マイナーコインとかも扱ってますしね。で、このビザムと取引所がしたかったら、取引を開始するってところをクリックするんですよ。そうすると、ビザムのサイトに飛びますんで。はい。で、ここで、 アカウントを作って、これは韓国の取引所ですね。ここでアカウントを作ったりなんだりするってことになります。で、ここにビットコインを送金して、ビサムの中でやり取りするみたいなね。まあ、そんな形になりますね。まあ、韓国語なんで、ちょっとわかりにくいですけども。はい。それではね、ソロナっていう暗号通貨、テザーっていうの暗号通貨ありますね。ちょっとコイン結構のランキング戻りましょうか。じゃあ、そうですね。 カルダノっていう暗号通貨たまに取り上げることがありますけども、あ、B、これにしましょうか、バ犬。バ犬って暗号通貨ね、結構取り上げてますけどシバ犬はどこで取引するのかなってことになりますけども、そうすると下の方にね、ここ。バスワップと呼ばれる分散型取引所を立ち上げましたってありますんで、ここでね、メインでやればいいんじゃないかなってことです。バスワップ。 これ芝犬チームが作った取引所ですね。だから一番相性がいいと思います。ね、こんな感じになってますね。まあでも、この芝スワップで扱っているコインっていうのは柴犬以外はなんか聞いたことがないやつばっかりですね。これはこれでなんか怪しいなって気がします。でもむちゃくちゃ多いですね。新世界秩序ですか。ニューワールドオーダーね。こういうのもありますね。あ、まあこのぐらいにしときましょうか。 ということでね、このコインゲッコでは、1003あったんですけど、1005になりましたね。1000個以上ある取引所を様々紹介しますので、たまにはそちらの方にもね、意識を向けていただければと思います。それでは。